夢ラジオ第6648回、今日は令和6年8月7日水曜日です。時刻は午後6時半、横浜港北、水曜日の夕方となりました。空にはまだ光ありますが、夜が始まりましたね。だいぶ気温も落ち着いてきて、今30度前後、まだ開けてれば風が吹いて過ごしやすい、そんな夏です。港北の街、夜景がつき始めました。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。さて、今回はウォルツ候補とは、こんなタイトルでお話しましょう。ティム・ウォルツという人が、アメリカ民主党の副大統領候補としてノミネートされましたね。これでアメリカ共和党はトランプ・バンス、アメリカ民主党はハリス、そしてウォルツ、この大統領、そして副大統領のペアがそれぞれ出揃いました。アメリカのメディアを見ていても、今回の副大統領候補にウォルツ、ミネソタ州知事ですね、がノミネートされたことは、ある種驚きとともに報道されていますよ。このウォルツって人は今60歳ってことなんですけど、アメリカ中西部のおじさんっていうとこういう感じなんですよね。アメリカ中西部の白人のおじさんっていうと、いかにもこのデブのこの人みたいな、そんな感じがします。ですから、カマラ・ハリスが黒人とか、有色人種とか、あと女性、若者に人気があるのを補う人物として、この白人の男、これをウォルツでカバーしようと。で、このウォルツさんって人は、そんなにお金がない、あんまりお金がない、貧しい家庭から身を起こして、で、なんか高校の先生やってたって言ってましたね。で、フットボールのコーチもやっていたぞと自分で言ってましたよ。ノミネートされた時の演説でね。で、軍隊にも長くいて、1981年から2005年って言ってましたか、24年ほど軍隊にもいた。で、アメリカの政治家としては軍隊にいたっていうのはね、プラスなんですよ。アメリカの政治家になる場合、軍隊の経験がある、これはプラスなんですよ。特に24年かな、もいたら、このウォルツみたいにこの人は信頼ができると思われるわけなんですよ。軍隊に長いこといたってことは信頼できると、国のために戦えると。で、その後、下院議員、コングレスマンと言ってましたから、下院議員を12年ほどやって、で、ミネソタ州知事になって、で、民主党ですから、学校の給食をタダにする、これいかにも民主党言いそうでしょう。そういうのをミネソタ州で実施した。だから頻繁に学校の視察にも行った、そういう知事さんなんですよ、このティム・ウォルツって。もともと自分が高校教員だったってのもあって、教育問題には非常に関心がある。で、それだけじゃなくて、みんなが教育を受けられる。で、みんなが医療を受けられる。そして、みんなが自分の能力を追求できる。そういう社会を目指そうと言ってる。アメリカ民主党そのまんまですよ。で、この、副大統領候補にこのウォルツさんが指名されたんですけど、その席でトランプ大統領を非常に悪く言ってますね。トランプがまるで犯罪者だみたいな、そんなことをウォルツ言ってますよ。で、このトランプとバンスの2人はクリーピーなやつらだと。クリーピーってこれ気色悪いとかね、気味の悪いとかっていう意味なんですけど、
そういう2人だと言っていて、だからあのバンスってあの人と自分は、つまりティム・ウォルツはもう討論するのがもう楽しみだ、もう待てねえぞとかって言ってるわけですね。つまり討論したら負けないぞと。トランプ大統領がハリス、ね、トランプ候補がハリス候補に対してあのできるだけ早くテレビ討論やろうぜ、フォックスでって言って、カマラ・ハリスがなんかはぐらかしているような状態なんですけど、副大統領としては、このティム・ウォルツはどこへでも行くぞと。じゃあ、共和党のバンスもそう言われて、ね、引き下がる人物ではありませんから、案外副大統領候補同士のこの討論が早く行われる可能性がありますね。非常に良いことです。つまりトランプ・ハリスの大統領候補同士の討論の前に、そのバンス、そして今回のウォルツ、この2人の副大統領候補によるあのテレビ討論あっていいんじゃないでしょうか。でそこではやっぱり民主党と共和党のアメリカのね違いが大きく出てくると思いますよ。でそれを聞いてアメリカの有権者がどう判断するかは、まあ、アメリカの有権者次第なんですよ。トランプさんの政権の時にはアメリカの経済が地に落ちたと。そしてトランプさんの政権の時にはアメリカでもう犯罪率がものすごく上がったと。だからこれをあのもう一回やらせていいんですかと。だからハリスがあんまりトランプ批判をこうできない、まあ、女性ってこともあってね、それを補う感じでトランプをケチョンケチョンに言う、そういう役割をこのティム・ウォルツが果たしていると思われます。多分このティム・ウォルツさんって人はそんなに人をあの公開の場で悪く言うようなそういう人ではなさそうですね。だけどこの今回の民主党の、ね、ノミネートされた時にはトランプやバンスを、まあ、悪く言ってるわけですよ。それは多分トランプ自身がね、共和党のトランプ自身がそのバイデンやハリスのことをもうめちゃくちゃにこれまで言ってましたから、それに対抗するためには民主党としてもこのティム・ウォルツっていうおじさんにですね、トランプの悪口を一方ならず言ってもらわないと困る。これは多分戦略だと思いますよ。これからこの副大統領候補同士の舌戦、そして大統領候補同士の舌戦、これが非常にフェアな場所で行われるならば、このアメリカ大統領選挙っていうのは本当に面白い、そして本当にあの楽しみな、そういうイベントになると思われます。11月まで8、9、10、まあ、3ヶ月ちょいですね。3ヶ月もないのかな、もう今もう8月だからね、9、10、11、そうだね、3ヶ月ないんですけど、これからどのようなアメリカの政治の季節になっていくんでしょうか。リスナーの皆さんと一緒に見ていきましょう。